ム。皆様こんにちは。私は農業理系学会の理事長、石原正雅子でございます。僕は執事のセバスチャンだっけ。この動画は知って得する農林水産物の豆知識ですの。今回は唐辛子はなぜ辛いですのよ。当たり前すぎて不思議に思ったことがなかったのよ。あら、身を張りたくて嘘をつく嘘子さんがまた来たわ。雅子様、相変わらず説明的すぎるセリフですにゃ。そんなことも知らないの。他の野菜よりホコリっぽいから辛くなったのや。ま、愉快な話ね。学園顧問の信州大学准教授松島健一先生に伺うわ。その人知らないわ。日本の指折りの唐辛子に詳しい方よ。お依頼いたしましたね。頑張りましたね、セバスチャン。唐辛子は生き延びるために辛くなったという研究成果があるんだよ。辛くて生き残るわけわかんない。原産地のアメリカ大陸では鳥やネズミが唐辛子の鮮度を食べたんだね。鳥は唐辛子を丸飲みにするから種が生き延びて、踏んで種が撒き散らされた。それで唐辛子一族が繁栄することになったんだね。丸飲みするなら味なんてわからないんでしょ。辛いことと関係ないじゃん。そう、鳥は辛みに鈍感だから唐辛子の種は生き延びたんだね。え、先生、ネズミは辛い味が分かって嫌っているんですよね。そう、そしてネズミの糞から出た種は発芽することができないんだ。分かったわ。辛みの少ない唐辛子はネズミに食べられてなくなった。だから辛い方が生き残りやすかったんですね。よく気がついたね。人間は唐辛子を食べるじゃん。人間の糞から発芽しないから食べられそうじゃない。それが逆に唐辛子は人間に食べられることがプラスになるんだよね。唐辛子の辛みは人間にとって逆に魅力的だったんだよね。だから人間は野生の唐辛子から辛いものを選んで、それを世界中に広げていったんだよね。人間に食べられるのはお得でしたのね。そして日本にも唐辛子が渡っていって、シシトウや鷹の爪が生まれたんだね。で、かくいう私も、唐辛子の魅力に、取りつかれた一人なんだよ。またいつか唐辛子の面白い話をしてあげるよ。先生、ありがとうございます。磯子さん、今日もあなたは身を張りたくて嘘つきましたね。そんなあなたは、ダメダメよ。一節でこパンチ。皆様もダメダメハニガお気をつけくださいませ。見つけたら僕がパンチをお見舞いするね。この動画は好評でしたら次回が作成されます。皆様にまたお会いしたいですわ。気に入ったらぜひ登録、いいね。